セスガベルはアメリカ合衆国の俳優、フォックス系列のテレビドラマ、フリンジ、フリンジでリンカーンリー捜査官を演じた。テレビドラマ、ニップ、タックマイアミ整形外科において、アバムーアの性的に困惑する養子エイドリアンムーアを演じ、注目を集めた。そのストーリーラインでは、二人の近親相関的かつ、精神虐待的な関係が描かれた。テレビでは、その他、 ユナイテッド・ステイツ・オブ・タラ、クローザー、ローアンドオーダー性犯罪特捜犯 CSI, 科学捜査犯セックスザ・シティ、e 100センターストリートに、準、レギュラー、または、ゲスト出演。ダーティ・セクシー・マネーに、サミーラー・アームストロング演じるジュリエット・ダーリングの、双子の兄弟、ジェレミー・ダーリングの役で、レギュラー出演。2010年から2011年のテレビシーズン。 フリンジ、フリンジに、もう一つの世界のフリンジチームのメンバー、リンカーンリー捜査官として出演。やがて、両方の世界のリンカーンリーを演じるようになり、シーズン4にはレギュラーに昇格。しかし、シーズン4いっぱいで降板となった。劇場映画では、ダビンチコードや、パーティーナイトは、ダンステリアに出演。フロリダ州ハリウッド生まれ、ユダヤ人である。 1999年、フロリダ州、デイビーのユニバーシティスクール・オブ・ノバ・サウススターン、ユニバーシティを卒業。また、ニューヨーク大学芸術学部の卒業生でもある。ニューヨーク大学で、女優ブライス・ダラス・ハワードと出会い、5年間の交際を経て、2006年6月17日に、コネチカット州グリーンウッチで挙式。2007年に、息子セオドアが誕生。 2012年には娘ベアトリスが生まれた。2010年7月コミコンインターナショナルにてありがとうございます。